どうも皆さんこんにちは。おたまです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日は APS-C のカメラのランキングを5つに絞ってご紹介できればなと思っておりますので、 APS-C カメラ好きな方、これからカメラ購入に悩んでいる方、とても参考になる動画、そして楽しめる動画になると思いますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。そもそもですね、 APS-C カメラは何なのかっていうところなんですけど、まあカメラに重要なことっていうのはやっぱりセンサーサイズになっていきます。センサーサイズが大きければ大きいほど、まあ簡単に言えば画質が高画質になっていくので、そのセンサーサイズっていうのは非常に重要なんですが、種類としてはまあもちろんそのスマホのセンサーみたいなものがあって、その次にだいたい1インチセンサーっていうものがあります。そしてマイクロフォーサーズっていうものがあって、 APS-C にフルサイズがあって、中盤っていう、まあいろんな種類のセンサーサイズっていうものがあるんですけど、まあ、APS-C っていうものはちょうどね、中間に立っているようなセンサーサイズになりまして、センサーがやっぱりね、こう大きすぎないことによって本体をコンパクトにできたりだとか、軽量化できたりだとか、レンズが小さくなったりだとかっていう、まあ、恩恵がありつつも、まあフルサイズカメラとかのセンサーに比べるとやっぱり背景が少しねボケにくいっていうところもあったりするんですけど、まあこう簡単に言うと、もうバランスの取れている、まあ、初心者中級者向けには特におすすめの、センサーサイズになると思いますので、本当にね僕とかも趣味で使うとかであれば、全然ねAPS-C カメラすごい使った方がいいよって言えるようなものになっております。でフルサイズとかも本当はね、僕おすすめにはなるんですけど、やっぱりフルサイズって、まあ、どちらかというとやっぱ大きくなりがちなんですよね。ただやっぱりこう高画質に撮影することがやっぱ容易にできるので、そう考えるとやっぱりこうフルサイズおすすめではあるんですけど、まあ価格もやっぱり高くなっちゃうっていうところもあるので、まあ初心者中級者の方がそこまでね画質を重視してカメラを選ばないのであれば、僕は APS-C カメラを購入することは正しいんじゃないかなというふうに思っております。では最初の5位になります。これはですね、ニコンから ZFC のカメラになります。こちら、まあ、スペック載せているんですけど、まあ、画素数に関しては2088万画素で、まあ、ファインダーもね上についていて、まあ、かなりね高画質なファインダーがやっぱりついているので、覗いてね写真を撮るっていうのが楽しくなるようなカメラなんじゃないかなと思います。でバリアングルのモニターもあるので、まあこう YouTube の動画撮影とかにもまあ使えたりしますし、あとはねちゃんとまあ連写性能も11コマまで撮ることができるので、こう動きの早いね子供だったりだとかペットだったりとかっていうのもちゃんとね捉えることができるんじゃないかなと思います。でまあね 4K30 フレームの撮影もできるので、まあ通常通りのね動画撮影であれば何も問題がないのかなと思います。重さに関してもまあ 500g を切っている 445g で、まあ一つ懸念があるとすれば、まあ、Z マウントっていうレンズのねこうつける接続部分があるんですけど、そのねニコンが出している Z マウントの量が、まあ、この APS-C センサー用に作られているものっていうのが、まあ、やっぱりちょっと少ないので、なんかこうたくさんのバリエーションの中からレンズを選ぶってなった時に、まあ、少しちょっと困るような感じはあるかなと思うんですね。ただ価格に関しては当時発売された時に比べると結構ね新品の価格も下がってきていて、11万2000円になっております。だ割とね10万前後でやっぱ買える価格っていうところが良心的な点なんじゃないかなと思います。あとは本体のやっぱりデザインですよね。こう見た目がやっぱクラシカルなデザインになってるので、なんかこうカメラを使う時に例えばこうモチベーションを上げたりだとか、まあ、撮るテンションを高めるためにやっぱおしゃれなものがいいとか、まあ、一つこう自分のファッションの中に組み込みたいっていう人に関してはこのニコンの ZFC っていうのはちょっと刺さるようなカメラなんじゃないかなと思うので、まあ、そういったねカメラをお探しの方には非常にね押せるものになっております。はい、次に移りたいと思います。4位は、キャノンの EOS R7 になります。まあ、このカメラはですね2023年にまあ発売されて、キャノンの中では APS-C カメラの中でかなり推しているというか、まあ一番いいカメラとして発売されました。
ただですね、こちらの EOS R7 値段がですね、まず17万2000円と、先ほどのね、ニコンの ZFC に比べるとやっぱり値段は結構上がってきちゃうかなと思います。ただその代わり、まあ、画素数に関しても、3250万画素なので、まあ、割とねこうクロップ切り取りするときに便利だったりだとか、あとはね手ブレ補正に関しても、先ほどの ZFC に関しては非搭載なんですが、この R7 に関しては5軸で最大でね、あのレンズと組み合わせると8段の手ブレ補正を使うことができるので、まあ、動画撮影であったりだとか、本当に写真撮るときにはもうね十分すぎるほど、あの手ブレ補正が効いてくれて、あのブレのないね写真であったり動画っていうのを比較的撮りやすいものになってくるかなと思います。モニターに関しても同じくバリアングルの搭載で、ファインダーの画質に関しても先ほどの ZFC と同じく綺麗なファインダーを搭載しております。でもう一つ注目なのが、あのシャッターの連写速度っていうのが秒間15コマ撮ることができるので、先ほどの ZFC の場合だと11コマだったんですけど、まあ、さらにねコマ数を増やして撮影をすることができるので、よりね高速連写、例えばなんだろう、なんかスポーツ観戦をするときに写真を撮りたい人とかには、まあ、向いているんじゃないかなっていうのはより思っております。さらに動画の映像に、動画のスペックに関しても 4K の60フレームの撮影をすることができるので、まあその分重量に関してはこのねたくさんの機能を詰め込んでしまったので、まあ 612g と、まあそれなりに、まあ重さがあるかなとは思います。まあでもね、まあ正直、17万でこれだけの、まあ、スペック詰め込まれていて、まああとはね、レンズがちょっと、まあ少ないのはあるんですけど、まあこれからね、ちょっとずつレンズが増えてくれば、このカメラもね、すごいこう使い勝手がいいし、こう愛着を込めて使える、カメラになるんじゃないかなと思います。あとはやっぱりキャノンのカメラ使ってみたいとか、キャノンのカメラになんかちょっと憧れがあるとか、まあ、そういう人にとっても素晴らしい、デビューするカメラにとってもいいんじゃないかなと思います。3つ目ですね、こちら、リコーの GR3X になります。こちらはね、まあ、素晴らしいです。本当に、なんだろう、今回紹介する中で唯一レンズが交換できないものになります。いわゆるコンパクトデジタルカメラと呼ばれている、まあコンデジとか呼べるものになるんですが、この GR3X はですね、画素数が2424万画素で、まあ、大体焦点距離に関しては40ミリっていう換算になります。僕たちが片目で見ている視野よりもちょっとだけ広い画角になるかなと思います。そしてですね、こちら、連写速度に関しては秒間 4.2 コマなので、やっぱりこう連写をするようなカメラではないっていうところがまず重要なのと、あとは動画性能に関しても、4K の映像は撮れなくてフル HD の60フレームまでの撮影に、なっております。なのでね、どうでしょうね、やっぱり動画機ではないですし、連写をするっていうものじゃないっていうのがまずここでわかるんですけど、ただ次にやっぱり注目していただきたいのが、重量になるんですよね。やっぱりコンパクトデジカメなんですけど 262g なんですよ。なので先ほど紹介したあの ZFC の、まあ、半分まではいけないけど半分近くまで、まあ、だいぶね軽いカメラになっております。なのに APS-C のセンサーサイズってすごくないですか。まあ、ここがねやっぱりあのこの GR3X の素晴らしいところなんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、その前にもね GR3 っていうね焦点距離のもうちょっと広いね、この広く撮れるカメラとかもあるんですけど、まあ、僕はなんか日常使いで撮っていくので、まあエモく綺麗に撮るんだったら 40mm の方がボケ感も強くて、なんかこう写真を撮るときにこう被写体を決めやすいっていうところもあって、この GR3X の方を僕はおすすめします。で価格に関しても、まあ、12万5000円と、まあ、割とねやっぱりお求めやすいものにはなってくるので、おすすめできる方に関しては本当にね起動速度も 0.8 秒とかでめちゃくちゃ速いので、もうとにかく少しでも綺麗に気軽にバン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 日常を撮りたい、スナップしていきたいっていう人にはめちゃくちゃいいんじゃないかなっていうふうに思います。まあ逆に言うと、なんかこうやっぱレンズ交換をしてしたりだとか、なんかこうズームして撮りたいとか、まあそういうね人に関してはね、これはあまり選ばない方がいいので、本当日常をもうこう常に記録していきたい、さらにかつ高画質にしていきたいっていう人におすすめのものになってくるかなと思います。2位に移りたいと思います。ソニーの α6700 に
になります。で、α6700 スペックはですね、2600万画素で、かつ手ブレ補正は5軸5段のアクティブ手ブレ補正っていうものを使うことができます。まあ、いわゆる電子手ブレ補正と組み合わせたハイブリッドな手ブレ補正ですね。で、ファインダーに関しても、まあ、同じくですね、235万ドットっていうものが、まあ、前半紹介したものと同じような感じのスペックになっていて、もちろんバリアングルのね、モニターがついていたりもします。で、まあ、連写速度に関しても ZFC と同じ、11コマになっております。ただですね、このカメラ、今回紹介する中で一番スローモーションの撮影に特化しているものになっていきます。まあ、ここにね、動画、性能っていうところで 4K120fps422 の 10bit っていうのが書いてあるんですけど、まあ、いわゆる色の情報がめちゃくちゃ多くて綺麗な映像も撮れるし、さらに 4K120fps、まあ、つまり簡単に言うとね、5倍のスローモーションを撮影することができるので、なんかこう動きが早い瞬間、例えばさ、なんか自分の子供がなんかサッカーを蹴った瞬間を最初は普通に流れてるけど、後半からいきなりこうスローで蹴り上げる瞬間はちょっとゆっくりになるとか、まあ、そういうようなあの撮影をしたいとか、ちょっとドラマチックに仕上げたいっていう人に関しては、まあ、僕だったら 4K120fps でもうとりあえず撮りまくって編集でね、かっこよくこうやったりとかっていう、まあ、結構ね、こう動画に特化しつつ、まあ、写真に関してももちろん綺麗に撮れますよっていう、まあ、いわゆるハイブリッドなんだけど、まあその動画にもかなり、まあ、重視して作りましたよっていうのはこの α の6700になっております。まあ、重さに関しても493グラムなので、500グラム切っている点っていうのも、まあ、気軽にね、持ち歩きしやすいところなのかなと思うので、まあ、誰に対しても結構おすすめできるし、まあ、僕がね、今フルサイズの、まあ、カメラとかをよく使っていますけど、まあ、サブカメラとしてもね、この6700っていうのは、素晴らしいものだなと思っております。やっぱりね、ソニーの最新の、AF オートフォーカスだったりだとか、まあ、正直オートフォーカスって最近、まあ、キャノンもすごい早いし、ニコンも早いし、まあ、ちょっとリコーに関してはちょっと遅かったりするかもしれないけど、まあ、だいぶね、優秀にはなってくるんですけど、やっぱりその中でもやっぱ群を抜いてるのがやっぱソニーなのかなっていう風に僕はまあ感じているので、なんかね、そういうこうハイブリッドに最新のものを楽しみたいっていう方だと、この6700、17万7000円になっているので、まあ、どうでしょう。皆さんのね、お財布が許せば、まあこのね、α6700、まああとね、ソニーのやっぱりメリットだと、まあレンズがたくさんあって、かつたくさんあると安いんですよ。なので、割とカメラの値段はさっきの EOS R7 と同じくらいかもしれないんですけど、レンズに関してはやっぱりソニーの方が安いので、まあいろんなレンズをこう試してみたいっていう人に関しては、この EOS R7 よりも6700の方が僕はおすすめなんじゃないかなと思って2に選ばせていただきました。はい、ということで、最後のおすすめのカメラに移っていきたいと思います。最後1位はですね、富士フイルムの XS20 になります。こちらですね、今回紹介するカメラの中で一番値段が高いです。値段はですね、19万8000円になっておりまして、画素数に関しては2610万画素、手ブレ補正に関しては5軸7段、まあ、手ブレ補正もねすごく優秀です。で、かつファインダーに関してはもう今回紹介しているね、ファインダーすべて236万ドットでもうほぼ綺麗に大体ね見れるような、ものになっております。そしてモニターに関しては、バリアングルのモニターですね。まあ、今回あのリコーの GR3 に関しては、まあ、ちょっとね、あのバリアングルとかのモニターはなくて、まあ、ファインダーも覗くところがなかったりするんですけど、それ以外のものことに関してはものに関してはもう全部ねバリアングルモニターなんですよ。まあ、これはもう市場が、まあ、バリアングルモニターを搭載しないと、まあ、もう売れないみたいに、まあ、なってる状況なんじゃないかなっていうのも思います。で、メカシャッターに関しても最高で、まあ、秒間8コマの、撮影をすることができますし、動画の機能に関しても 4K60fps、まあ、2.5 倍の、まあ、スローも撮れるし、かつ 6.2K の 30fps が撮れる。これちょっと面白いですよね。他のカメラにないところの一つとして、これ 6K が撮れるっていうのもちょっと面白いです。まあもちろんね、動画データサイズってすごく重くなっちゃうんですけど、まあ 6K を撮っておくと、まあ後でね、やっぱりこう写真の画素数と同じようにこう切り取ったりすると画質がね、結構やっぱ保てるんですよ。なので、なんかこう、後でズームして、なんかこう仕上げたいっていうような動画とか、ちょっとなんかね、
遠いところにいる何か鳥とかっていうのを 4K で撮るんじゃなくて 6K で撮っといて、後で 4K までクロップしておくとか、だからそういう使い方がねしやすいのがこの 6K の現状なのかなっていうふうにも思っております。重量に関しても 500g を切っていて、マウントに関しては X マウントっていうのが使えます。だこのマウントに関してもまあソニーの次にたくさん選択肢がある、マウントになっているので、まあ、そこのねレンズに関しても割と値段がね安いものも選べたりしますし、かつねやっぱりこの富士フイルムを選ぶっていうメリットとしてはフィルムシミュレーションっていうのがやっぱできるんですよね。まあ、先ほどの6700、ソニーの6700に関してもクリエイティブルックっていう、まあ、素晴らしいね色味を調整できる機能があったりして、まあ、割とね、まあ、うまく知識さえ合えば、まあ、綺麗に撮れたりとかも割とできたりする機能があるんですけど、富士フイルムの場合はそのフィルムシミュレーションによってなんかその過去のその、まあ、昔ながらのね、まあ、フィルムライクな写真とかっていう色味を撮りやすくなるんですよ。まあ、簡単に言うとすごい、まあ、簡単にエモい写真が撮れますよっていうことです。なのでなんかこう初心者として、まあ、あんまり自分で編集するのちょっと面倒くさいなとか、ちょっと使いにくいというか、まあなんか本当やっぱもっと本当は気軽に撮りたい、リコーの GR3 ぐらい気軽に撮りたいけど、なんかこうもっとこうクオリティの高いものを求めたいし、でも自分の色味調整する能力まだついてないっていう方にとってはこのフィルムシミュレーションを使うことによって、やっぱりねこう簡単にエモい写真とかエモい動画を撮れるので、これはねやっぱり他の APS-C の中には、まあ、あまりねやっぱない部分なのかなって僕はやっぱすごい思っているので、やっぱりこの動画も強い手ブレ補正によってできるし、写真に関してもエモいものが撮れるっていうところの部分でいくと、この富士フイルムはやっぱり今回選んだ5機種の中で一番素晴らしかったっていうのがやっぱ富士フイルムの XS20 っていう形に僕は最後絞り込みました。いかがでしょうか。今日はですねこれで以上になるんですが、5つのね APS-C まで絞り込むのにそもそもまあいろいろ考えたんですけど、まあ、全部いいカメラです。正直こう順位もつけがたいですし、それぞれもコンセプトが違うので、僕がたとえこの富士フイルムの XS20 を1位にしたからって別にみんなが XS20 にした方がいいとは僕は全然思わないです。みんなそれぞれがフィーリングで実際にシャッター切ってみてとか、自分がねこうカメラをせっかく買ったのであればこうモチベーションの部分とかでもこう長く使えるもの、自分に合っているものっていうのを選んでいただいた方が趣味としてもすごくいいものになると思いますし、やっぱりこう家族の記録だったりとかにもすごいこうつながっていくと思うので、僕のねこの動画っていうのはあくまで参考にしていただいて、もうこれがね全てではないので、もしね逆になんかこういうなんかシチュエーションで写真をちょっと撮ってみたいんですけど、どのカメラがいいですかっていう風にもしねコメントを、していただければ僕ねなるべく答えるようにはしていきますので、ぜひともですね動画用テンプレートとかも一応コメントに貼っているので、それを引用していただいてコメントをしていただけると僕の方も返しやすくなるので、ぜひねそちらをご利用いただければと思います。皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。楽しかったよとか、あとはこの動画がためになった方はぜひグッドボタンを押してください。そして、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。動画をね、これからもアップロードするねモチベーションに、僕のモチベーションにもなりますし、日本中の皆さんがよりねいいカメラライフを過ごせるきっかけにもつながると思いますので、ぜひともよろしくお願いいたします。それでは、また次の動画でお会いいたしましょう。じゃあバーイ。